豊岡市丹東町では恒例のひまわり祭りが開かれ、およそ50万本のひまわりが訪れた人を楽しませています。豊岡市丹東町の丹東花公園で開かれている丹東ひまわり祭りは2001年に始まり、今では夏の風物詩として県内外から多くの観光客が訪れます。今年は雨が少なく開花が遅れたそうですが、現在およそ1万4000平方メートルの畑にロシアンひまわりやハイブリッドサンフラワー、それにジルの3品種およそ50万本が見ごろを迎えています。黄色い大輪と夏の青空が鮮やかなコントラストを作り出し、訪れた人は背丈ほどの花に囲まれながら思い思いに写真を撮るなどして過ごしていました。毎年来てます。あ、そうですか。天気良くて快晴でひまわり綺麗で、すごい来てよかったなと思います。毎年ひまわりと子どもの成長を見たくて、身長の差とかをその写真を撮りたいのに、もう虫がね昨日から本当たくさんお客さん来ていただいてるんで、ありがたいです。台風がね、南から上がってくるんで、ひまわりは風に弱いんでね、早めに来ていただきたいですね。丹東町のひまわりは今月16日頃まで楽しめそうだということです。